きくへっこんでる人には緑内障が見つかることなんですよ。怪しいと思ったところにね、見えないところが増えていくんですね。末期の緑内障の状態ですよね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。高本です。よろしくお願いします。皆さん、はい、コンタクトレンズ検診って結構バカにしてませんか？あ、まあ、結構ストレートな質問ですねドキッとしたんじゃないですか、目の調子のこととか全然気にせず、つまり眼科受診せずにコンタクトレンズ買ったりとかネットで買ったりとかねしてる方もいるとは思うんですけども、まあ、実はねコンタクトレンズ検診でもねちゃんと病気が見つかることが結構あるんですよ。で、今ここで言ってる病気っていうのは、はい、目が荒れてるとか傷がついてるとか結膜炎になってるとかそういう話じゃないんですよ、うん、もっとね重大な本当失明する病気の話ですね。失明？もちろんね感染でも失明しますよ。緑膿菌みたいな、ね、すごく悪い細菌だったりとかね、アメーバですね。そのコンタクト絡みじゃなくてね、例えば目の奥の病気でも失明する病気っていくつもあるわけですよ。コンタクトレンズの処方希望で来られた方でもね、ちゃんと目の奥も診察しておくとですね、病気ですねこれはってことはあるんですよね。コンタクトレンズ検診をあまりバカにしないでちゃんと受けてくださいねっていうことなんですよ、はい、で何もなければいいわけですけど、本当に病気が見つかった場合はね、そういうことがあったおかげで将来的に失明を防げたりとかね、そういうこともあるので最後まで聞いてほしいなと思うんですね。はい、今日の紹介する例はですね、そういうコンタクトレンズで来た女の子の話ですね、はい、でね、この子はね今25歳なんですけど、若い、少なくとも10年ぐらい前の話なんですよ。初めてうちに来たのはね、多分まだ中学生だったと思うんですね、はい、うん、中学生でコンタクトレンズ処方希望で来たんですよ、はい、どっちかっていうとね不良の子なんですよ不良の子なんですか？不良の女の子なんですよ。でいつもすごい不機嫌に診察室入ってくるわけですよ、うん、でね初めて見た時に目の奥までちらっとやっぱり僕なんか見るわけですね。一目見た瞬間視神経乳頭が異常だってことが分かるんです。これはもう別に僕じゃなくたって誰だと分かるんですよ。めちゃくちゃ異常なんでね、でその先が要するに問題なんですけどね。でコンタクトレンズここに乗ってるからね、この辺見てコンタクト診療って終わりになっちゃうわけですよね、うん、瞳の奥っていうのをちゃんと見た場合にね、視神経乳頭っていうところがあるんですよ。ここですね、はい、周りに比べるとうんと薄いオレンジから黄色なんですけど、ここがね異常だっていうことが分かったんですよね、うん、視神経乳頭間を拡大っていうのがねあるんですけど、はい、そういうサインがあるんですけどね。それ何かっていうと、ここの真ん中がちょっとへっこんでますねっていうことなんですけどね。それは生まれつきへこんで、誰でもちょっとはへこんでんですよ。人によってね大きくへこんでる人もいれば、ちっちゃくしかへこんでない人もいるんですよ。もう個人差ですね。ここがね大きくへこんでる人には緑内障が見つかることなんですよ。でね、緑内障っていうのはある程度進むとね、ほとんどの人はそこが大きくへこんでくるんですね。どんな眼科医が見てもですね、普通の視神経乳頭に近いなって思える人もいれば、そもそも形が普通の人と違ってて緑内障なんだか病気がないんだか区別つかないなぐらいの形のねバリエーションっていうのがあったりするんですよ。それだけ人によって全然違うってことですか？全然違うんですよ。でね、どれくらいおかしいかっていうのをまずお見せしますね、はい、こう見るでしょ。ね、これ同じ写真ですか？これ。そう、で向かって右側の写真は大きく写ってますけど、これ拡大してるわけじゃないんです。これ拡大してるんじゃないんですか、うん、これね右も左も同じ倍率で撮影してるんですよ、はい、つまり向かって右の目ね、これ左目になるんですよ。実際にはめちゃくちゃ視神経乳頭がでかいんですよ。あと色が全然変な色なんですよ。緑内障の病気っていうのはね、視神経萎縮っていう状態になってるんですね。その状態何かっていうと、たくさんの視神経のファイバーがかなりの部分がもうなくなっちゃってますよっていう状態なんです。ちょうどこれ後ろ側ですけどね、目の後ろはこうなってるんですよね。筒のような入れ物ですね。でここから全部視神経って言うんですけど、断面の図を見るとね黄色いのがあるじゃないですか、はい、視神経のファイバーがこう詰まってるわけです。こうやってね、うんうんうん、これがどんどん少なくなっていっちゃうから、こっち側から見るとですね、えらくへっこんで見えるんですね。うん、スカスカになってるんですね。そうなんですよ。しかもこの子の左目はそもそもこれがねすごく大きいんですよ。大きくてスカスカだからえぐれたようにこうなってる。へー、うん、でこれは明らかにね生まれつきの異常なんですよ。この子はマイナス 8D 以上の強い近視があるから、おそらくその前もですね近視が強かったと思うんですよ。で近視があまりに強いとね、ちっちゃい子の場合は眼科行ってくださいって言われちゃうことが多いじゃないですか、うん、で眼科行ったんだと思うんですね。それでこの異常が見つかってですね、ある大学病院行ったわけですよ。
しばらくね経過観察してたわけです。でこういうのを見た時にまず我々がやることはですね、視力は測りますね、はい、で視力はこの子は矯正視力ちゃんと出るんで何の問題もないわけですよ。その当時っていうのは OCT なんてものはなかったからね、視神経の病気を疑う時にまずやるのは視野検査っていうのをやるんですよね。当時も視野検査で異常は出てたと思うんですよ。1000点以上があるっていうことは間違いないんですけど、構造上の問題があるんであれば緑内障を将来併発する可能性があるとかね、すでに緑内障になってるとかそういう可能性があるんですねだからね大学病院でもねしばらく通院させて調べてたみたいなんですよ。進行性の病気ではないと、生まれつきこういう人なんでしょうということで、緑内障じゃない、進む可能性はないから大丈夫だって言われて、この子はもう通院しなくなったんですよね。あ、もうこれ以上悪くならないから、うん、もうそのままでいいよって。そう、あ、そう言われたらちょっと安心ですけどね。そうですよね、うん、本人の中では解決済みの問題だったと思うんですよ、うん、だからまた蒸し返されたみたいなね感じだったと思うんですね。ああ、なんかちょっと気持ちわかりますよね。わかるね、うんうん、すごい、私も同じ立場だったらそう思うと思うんですよ。ただね、私がちょっとね視神経萎縮なんですけどね、なんか緑内障の匂いがしてしょうがなかったでしょ。いやー、ちょっとねこれね本当に進まない病気かどうか自信がないから、大学病院でそうは言われたけどちゃんと見た方がいいですよって話をしてね、その中学生ぐらいの子供に対してですよ。ただこの子は運が良かったのはすごく近くに住んでたっていうことなんですよね。ああ、よかった。地元だったんですよ、はいはいはいね、それからうちでちゃんとコンタクトレンズの処方箋をもらってコンタクト屋さんでレンズ購入してたっていう子なんですよ。えらい、ね、検査は来ると次来た時はこういう検査をしますってカルテに書いておくわけです。で私がたとえいなくてもその検査をちゃんとしてね、次にカルテを見た時に分かるようにまあなってるわけなんですけどね、まあ、そうやって見てるとね、なんだかだん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 おかしい視野検査をやると少しずつね怪しいと思ったところにね見えないところが増えていくんですね。それからねもう一つ、途中からね OCT っていう機械を導入したんですけど、はい、これ見てくださいよ。真っ赤じゃないですか。真っ赤でしょ。普通だったら全部緑色のはずなんですよね。これ本当にね末期の緑内障の状態ですよね。そうですよ、こんな赤くて見えてるんですか、うん、これ矯正視力 1.2 です。 1.2?、うん、つまりね中心は見えてんですよ。目が動いてればどこでも見えちゃうんですね。よほどでない限り端が見えないってねなかなか気づけないんですよ。つい最近はね何とも説明してるし見えないところがあるってのは自覚できてるんですけど、でも皆さんねこれね25歳でしょ。あ、確かに、うん、80歳でもこんなに悪い緑内障はそんなにいないんですよ。だからね、生まれた時にすでに OCT っていう機械がこの世の中にあれば、それで調べたらね異常は出てたと思うんですよね、うん、ですけどそれが緑内障って診断されたかどうかは分かるんですね。一番の問題は生まれつきの異常だけではないんです。でやっぱりこの人は先天性の異常プラス緑内障、または先天性の異常があってそれが原因で緑内障になってるとかね、まあ、そういうことだと思うんですね。視神経乳頭間ってへこみが大きいことと、色が白くってね青ざめたような色があるってことと、血管がね非常に減っちゃってるんですね。これを見るとねこの中に血管がたくさん見えると思うんですけど、この子の場合は中身全然血管見えないですね。本当にここまで生まれた時から悪かったとするとね、視力があんまり出ないのが普通なんですね。だから生まれた時は視神経の数は相当あったし、黄斑部っていうところはそれなりにちゃんと働いてたし、今も働いてるしということで考えるとね、やっぱりこれは進行性の視神経の病気だってことなんですね。まあ、進行性の視神経の病気って緑内障だけじゃないんですけど、まあ、とにかくね進行性の病気だから、まあ、緑内障に近い状態だとすれば眼圧を下げてあげるってことが大事なんでね。でこの子は今納得して緑内障の治療をしてるってことなんです。眼圧を下げることはね視神経の細胞にとっては絶対有利に働くはずなんで、とにかくこの子の目は何とかしてあげなきゃいけないと思ってるんですよね。いやでも本当になんか少しでも早く見つかってというか良、うん、かったですよね、うん、きっかけっていうのはね、コンタクトレンズ処方希望でたまたまうちへ来て、でその時にね病気じゃないっていうこと、生まれつきだからっていうことになってたにもかかわらず、まあちょっと僕がねおせっかいを焼いたのとその子がちゃんと通ってくれたっていうことね。でもまあとにかくねコンタクトレンズの処方の時のその検診っていうものをちょっとバカにしない方がいいんですよ、こういうこともあるから。いや本当ですね、うん、
どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。はい、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。お願いします、はい、ベルマークを押していただくと動画がアップされるとお知らせがいきます。はい、はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。